ラウフハイムは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ群に属す人口約5000人の小さな市である。ラウフハイムは、シュベービッシェアルプの最東部を形成する、ヘルツフェルトの急斜面に面したヤクストガーの谷に、位置している。高度はおよそ海抜500メートルである。シュトゥットガルトへは西に、約80キロメートル、ウルムへは南南東に、 約5 0トルの距離がある。また、アウクスブルクも、南東約7 0トルにある。ラウフハイム市は、西と、北は、ベストハウゼン、東は、ボブフィンゲン、南は、群長所在地アーレンと境を接している。ラウフハイム市には、主流のラウフハイムと、かつて独立した町村であったヒューレンを及びレッティンゲン、さらに、これらに含まれる12の村落。 小集落、農場、住宅地が属している。州統計局の2015年現在のデータによる。ラウフハイムの第38母から出土した7世紀の金の十字架、ラウフハイムは、ヤクスト川の谷を通る古い交易路沿いに位置している。この街道は、ヤクスト川の下流でラウフハイムを離れ、ネルトリンガーリースを通ってドナウベルトに通じていた。市の北に、 ケルト時代の包茎の取り出があったことが証明されている。市の西で行われた考古学的発掘により、中世初期から世紀の入植地及びネロビング時代の付属墓地がほぼ完全に把握された。出土品はエルバンゲンのアレマン人博物館に収蔵されている。1235年から1485年までグロムベルク城にちなんだ名を名乗る。 貴族一門があり、1248年に初めて文献記録がなされた、この村の領主であった。このグロムベルク家の他に、シェンケンフォンシェンケンシュタイン家やエルバンゲン修道院も、ラウフハイムに所領を有していた。14世紀後半から、ドイツ騎士団が、ヤクスと川上流域の谷に勢力を拡大した。1400年頃に、騎士修道会管区を設け、 ラウフハイムがその中心地となった。この騎士修道会管区は、ドイツ騎士団、フランケン管区に属した。1397年に、町の防衛施設の建設が始まった。1398年に高等裁判権、1402年に、市場開催権、1431年に、ボブフィンゲンをモデルとした、自由権を伴う都市権が与えられた。しかし、 この町は以前騎士団の領主権下に置かれていた。30年戦争では1645年にこの町の大部分がフランス軍によって焼き払われた。1806年にドイツ騎士団はナポレオンによって解体され、市及びカプフェンブルクはビュルテンベルク王国領となった。ヒューレント・レッティンゲンは1810年からオーバーアムトネーレスハイムに属し1938年に、 アーレン軍所属となったが、中核祝は1806年に、オーバーアムトエルバンゲンに編入されて1938年に、やはり、アーレン軍に組み込まれた。1973年の軍の再編により、現在の地域全体が、新たに設けられたオストアルプ軍に編入された。1974年12月31日に、ヒューレンガラ・アウフハイムニ合がした。現在の市は、 1975年1月1日に、レッティンゲンがラウフハイムに合併して成立した。市の祝日は7月4日で、これは1431年に都市圏が与えられたことを記念したものである。教会カトリックの市教区教会聖ペトルス及びパウルス教会1248年に記録が残る。教会区は1363年にドイツ騎士団。 メルゲントハイム騎士修道会館区に移され、これに統合された。ラウフハイム騎士修道会館区は1538年に設けられた。ラウフハイムには、ローマイコールカトリック教会も、福音主義教会も、教会区を有している。カトリックの司教区教会聖ペトルス及び、パウルス教会は、ゲオルク・フォン・モルロークによって建設され、1868年に、 剣道された。ラウフハイムベストハウゼン福音主義教会区は、市中心部の中世後期に建てられたバルバラ礼拝堂を利用している。シナゴーグ1658年、カトリック司祭の抵抗にもかかわらず、ラウフハイムは、エッティンゲンの両方から放築されたユダヤ人6人の保護を引き受けた。1788年には18家族88人のユダヤ人がこの町に住んでいた。 ラウフハイムは、はじめ独自のラビカンクの本部所在地であったが、その後エリンゲン、バラーシュタイン、オーバードルフのラビカンクに属した。ユダヤ人の人口は1858年頃に176人のピークに達した後、多くが移住していった。1900年には47人、1910年には32人のユダヤ人がラウフハイムにいた。百二十二年に、 コミュニティは解体され、残っていたユダヤ人はオーバードルフに属した。1933年にこの町に住んでいた7人のユダヤ人のうち6人がホロコーストで命を落とした。1686年に記録されたシナゴーグは1743年に不注意から消失し、このためにユダヤ教会は処罰を受けた。 1668年から1770年までの間に新しい品号グが建設され、1856年、57年には両方の許可を得て修復、増築がなされた。20世紀初めには礼拝に必要なミニヤーンを設けることが困難になり、遅くとも1920年には品号グが閉鎖され、その建物は1921年に売却された。すでに、 シナゴーグとして使われていなかったにもかかわらず、この建物は1938年の水晶の夜に放火された。しかし火災は消火された。戦後は倉庫として利用されていたが、1965年に取り壊された。ユダヤ教の宗教学校は1829年に初めて記述され、1849年、50年に 教団は新しい建物を購入し、教団ホールを有する学校に改築した。地下倉庫には、ミクワーが設置された。この建物は現存している。ラウフハイムのユダヤ人墓地は、アウフハウゼンにあった。この町は、ベストハウゼンに本部を置く、カプフェンブルク自治体行政連合に加盟している。ラウフハイムの市議会は、議長を務める市長のほか、18人の議員で、 構成されている。郷土博物館が入居している、オーベレストーア郷土博物館は、この町の象徴的建造物である1621年建造の、オーベレストーアに入居している。全国的に有名なラウフハイムからの出土品は、ここにはなく、エルバンゲンのアレマン人博物館とコンスタンツの修立考古学博物館に収蔵されている。カプフェンブルク城カプフェンブルク城は、 町からの高さ約130メートルの張り出した山に立っている。この城は何世紀もの間に取り出から城間へと改築されたが一度も破壊されていない。このため様々な時代の建築様式が混じり合い、個性的なアンサンブルに統合されている。現在は国際音楽学校アカデミーが城間内に入っている。ラウフハイムは6キロメートル離れた。 連邦アウトバーン A7 号線のアーレン、ベストハウゼンインターチェンジ経由で広域道路網に接続している。連邦道 B29 号線は以前は街の中を通っていたが、現在はバイパス道路で迂回している。リース鉄道のラウフハイム駅にはレギオナルバーンが発着する。ラウフハイムのドイツオーデンシューレは統合型学校である。多くの建物に分かれた。 基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校が一つの学校管理体制下に統合されている。これより上級の学校はアーレン、ボブフィンゲン、エルバンゲンにある。さらに私立幼稚園が3園、ローマイコールカトリック教会が運営する幼稚園が2園ある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。